お前ばっかり笑ってしたらいいな、お前なんか。俺いいやろ、これもう。俺のないっすか、これ。ピースの角度は30度。どうも、キリヌです。はい、ということで今日はですね、いつも日頃お世話になっている花尾くんと伝言さんにクリスマスプレゼントを渡したいと思うんですけど、まあただ普通にね、はい、クリスマスプレゼントって言って渡してもつまんないなと思うので、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。それでは、レッツラゴー。はい、ということで、まあ、どんなドッキリをやるかと言いますと、花尾くんにだけクリスマスプレゼントあげないドッキリ。クリスマスプレゼントだよ、伝言さんみたいな感じで、伝言さんにだけ渡したら、花尾くんは一体どんな反応をするのか、ちょっとね、検証していきたいと思います。はい、そしたらですね、まずは伝言さんに渡すクリスマスプレゼントを選んでいきたいと思います。で、今回はこちらのタンプというサイトを使ってね、ギフトを選んでいこうと思うんですけど、どうしようかな、何がいいんだろうね。一旦なんかクリスマス男性とか調べる。花尾くんが、え、お前ら、なんだ、なんでそんな、お前伝言さんのことめっちゃ知ってるみたいな、なるプレゼントがね、いいと思うんですよ。それでいくとね、伝言さんって、もうみんな知らないかもしれないんですけど、めっちゃ肌綺麗なんですよ。割と、なんか肌トゥルントゥルンなんですよね。赤ちゃんみたいな。赤ちゃんみたいな肌してるんですよ。すごい綺麗だから、男性のスキンケアグッズみたいなのがいいんじゃないかなと思うんですよね。その方向性でクリスマスプレゼントを選んでみたいと思います。これめっちゃ気になるんだけど。絶対に喜ばれるクリスマスプレゼント特集。どれがいいかな？メンズコスメ。これじゃない？人気。なるほどね。わー、どうしよう。ちょっとね、悩むのに結構私時間かかりそうなんで、これ一瞬飛ばします。編集って便利だね。いきます、せーの、はい。はい、ということで選びました。伝言さんにね、あげようかなと思ってるのがこちらのザ・ボディショップのペパーミントセット、スキンケアですね。なんか足用のスクラブとペパーミントのスプレーだそうです。はい、結構冬とかってさ、すごいブーツとかで足蒸れたりすると思うんですよね。だから角質取ったりとかケアとかしてもらって、伝言さんにはトゥルトゥルの足になってもらおうかなと思います。花尾くんなんだろうね、ちょっと困るな。ソーダストリームスピリットスターターキット、こちらにいたしました。はい、ということでね、タンプで購入いたしました。それじゃあね、ドッキリの当日を心待ちにしたいと思います。ということでね、伝言さんと合流しました。来ましたね。また来ましたよ。またレギュラーなんで。やってきましたね、この鼻を落とし入れるというか、そういう企画が。ね、来ましたね。僕、はい、は嬉しいですよ。はい、という感じで、まあ、これから年始かけていきたいと思います。はい、Make it possible! そっちなんや。レッツラゴめっちゃ忘れてる。おい、はい、お前明日お前 YTFF やぞ。お前らやる気あんのか、お前。そんなんでお前全然揃ってないやないか、お前ら。今のでええんか、今ので観客沸かせられるんか。1万人ぐらいいる。私はこのステージで成功して観客みんなが踊り出すことを夢見ているわ。じゃあお前ほんまにそれやるためにはもっと合わせて、もっと素晴らしいステージにしないと。今一回踊ってみてどうでした？その、意外と踊ってる。意外と思ってたけどね。もうちょっと細かいとこ修正したら多分マックスにいける。全然いける。あ、いける。ピアノある？ピアノある？デンギャンさんにいいものがあります。あ、どういうことなんで？え、これなんなん？これミスマス？え、これなんやと？でもまあ、パッと見ケーキに見えるよな、まあ、そのケーキではないと思う。あ、なんかすげえ。え、何これ？これ俺に？うん、そう。それはやばいわ。これやばくない？おしゃれな胡椒もらってるやん。え、これ胡椒じゃないやろ。足のケア、足のケアね。足のケア、そうそうそう。ね、なんかこっちはいい匂いのスプレー。あ、スプレーね。で、俺からいい匂いしだしたら多分ほんまに何や、脳殺プレーやけど。脳殺。ありがとうございます。これいただきます。やったんごチャンネル。これいただきます。これは。お前ばっかり笑ってしたらいいな、お前なんか。俺いいやろ、これ。もう俺のないっすか、これ。なんで俺たち、こう、コンビなのか。あ、わかった。普通に考えて。YTFF コンビ組んでる、それがプレゼントだ。
でもなるほどね。これはでもこれちょっと泣いて寝ろ。お前と組むことのご褒美みたいな、お前思い上がってんじゃねえぞ、ね、思い上がってんじゃねえぞ、ね、ゾウとしてでもゾウの才能があるのに、それはでも Google が悪いよ。それだってお前をカビゴンと見てしまって、その YTFF だってゾウや、だって最後のゾウヤ君のゾウの部分に、はい、ということでチャッチャラドッキリでした。待って、でかいごめん。待って、俺の体積めっちゃでかいじゃん。よかったよ。よかったよ。クリスマスプレゼントって体積でかいとめっちゃテンション上がる。早く言えよ、お前。言えよ。めっちゃ嬉しそう。よかったですね。めっちゃ嬉しいです、これ。よかったよ。じゃあ、開けましょう。はい。シュルッと出しますか。はい。おいきますよ。はい。おぉ、何これ、これは炭酸水が作れるやつ。まあやっぱ二酸化炭素好きかなって。いや、それはどっちかというと酸素の方が好きやけど。まあまあ、そりゃそうやから。ありがとうございます。すげえ。はい、ぜひ使わせていただきましょう。使ってください。はい、ということで今回のですね、このプレゼントはタップっていうサイトを使ってね、買いました。素晴らしいよ。めっちゃ便利なの。いや、こんなサイトあんのとか、すげえな。そうで、クリスマスとか、あと例えばまあこんなとかでやるといろいろ出てくる。なるほど。めちゃくちゃ簡単に取れるやん。ちょっとでもすごいやん。正直な、女の子ってクリスマスプレゼントなんか何あげたらいいとかね、分かりづらいんで。まあ確かに。まあ確かに。じゃあ、お前何欲しいん？お前何欲しいん？さっき俺らプレゼントもらってるから。ああ。例えば何欲しいんだよ。くれるん？いや、くれるかどうか物見て考えるけど、返すって選択肢もある中で、それ選ぶ可能性があるってだけ。おぉ。難しいな。で、これめっちゃ気になってんだけど、カイリジュメっていうリップ。ああ、これね。しかも、名前とか入れれるの。外側のところに。雪犬って。そう。これは買おうじゃん。これ逆にね。俺と電話さんから、なるほど。俺と電話さんからこう、買う。というね、あざっす。今すぐ購入、これで今すぐ購入手続き。おお、ちょっと名前とか入れるわ。でしかもこれいろいろ入れれるの。なんかフラワーとか無料ラッピングとか。そう、メッセージカードも入れるよ。メッセージカードもさっき何も書いてなかったもん、ね、そう、だからとりあえず入れといたけど、入れたの忘れちゃった。じゃあ俺らも入れとくわ。入れてたよ、それ何これ。本文あざおって、あざお、いいやん、あざおって。ラッピングがタンプ限定ボックス。そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。ブーケつけましょう、ブーケ。やった。そうか。投げてない、俺が取るから。そういう。じゃあクリスマス限定で、お届け希望日時。うん。俺明日も行けるんですね、これ。即日で行けると。で、シーンはクリスマス。そうです。お相手様。彼氏、男友達、実質男友達みたいなとこあるもんね。いやね、なんで。はい、これでじゃあ無事に多分届くと思うので。やった、え、めっちゃ楽しみ。え、嬉しい。でも俺はサービスがもう一個ついとって、俺が塗ってあげるっていうのもついてるから。だから明日ちょっと楽しみじゃない。ほんまに。はい、はい、ということで今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。クリスマスプレゼントよかったねって思ってくれたら高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ぜひタンプでクリスマスプレゼント見てください。それではバイバーイ。バイバーイ。